も皆さん、アリシアです。早速、FFDE やっていきます。今回は毎月上げている、レイド無限ボックス排出検証です。検証動画用に3日前にも1000連分メダルを貯めたのですが、所持数確認する前にメダルを消費してしまい、新たに1000連分のメダルをかき集め直したので、動画が遅くなりました。すみません。無限ボックスでの消化が終わり、ここから所持数の増減を確認していきます。先月検証した時より SP チケットは8枚ほど多く出ていて、オール記念検証の玉は確認できませんでした。後日 SP チケット消化会も上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。